1945年8月15日終戦。心も体も疲れ切った人々にやっと平和な日々が訪れました。戸田では戦争で中断されていた荒川の治水工事が再開されました。それまで大雨でたびたび氾濫する荒川に流域の人々は大変苦しめられていました。工事の開始から30年以上の月日を経た1954年、人々はようやく水害から解放されたのです。1964年、オリンピック東京大会が開催されました。戸田漕艇場はボートレース会場に決定。10月11日、戸田のオリンピック漕艇会場に聖火が灯されました。戸田は5日間にわたり、各国の選手たちが繰り広げる熱戦の舞台となったのです。オリンピックの開催をきっかけに戸田は大きく成長します。オリンピック会場周辺の改修工事や道路の整備をはじめ、大規模な地域開発が急速に進展。この頃になると膨れ上がった首都東京の人口が戸田にも流れ込んできました。1965年、戸田町の人口が5万人を突破。翌1966年、戸田市が誕生しました。近年では、埼京線の開通や道路網の整備など、戸田の都市基盤は着実に整備されてきました。そして今、恵まれた生活環境を持つ都市戸田は、水と緑を生かした心の通う文化産業都市を目指して歩み続けています。